組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お俺学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。キー、今なら全部水に流してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田！はい、消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ほら、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ！てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。
クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいますよ。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！
なんだなんだ。やろうな。